ございます。その時に博多がどうだったかというのは変わらないです。博多がどうなっているかというのは変わらないので、その関係するのは、新しく増えた場所を経由地にしたらどうなるかということだけを考えればいいので、頂点、権威にまつわる部分だけ計算をします。で、それがこの部分で、結局これはもう、そういう意味で見ると、まあ難しくはないんですけども、その経由地はここにありますから、まあこれは経由地です。まあ、ここに K がありますから、で、こっちかも。要するに間に K が挟まってるんですね。 I から J に行くときに新しく通っていいよって言われた場所を経由したら何時間かかるかっていうのをまず計算してみる。でこっちからはだから J、もし K を使っていいよって言われたときに、もし本当に K を通ったら何時間かかるかっていうのを計算してます。で、その経由するように経由した方がダイレクトよりも速くなる。まあそんなことあんのかっていうことがありますけども、まあありえますね。どう言ったらいいんだろう。例えば東京から浜松行って浜松から名古屋に行く、こだまを使わないといけます。でも東京から名古屋であればのぞみが使えますよね。あ、これはそうか、これは直行便の方短いで、ごめんなさい。経由した方が早いのは、だから直行便が例えば、じゃあ舞鶴からな、みんな関西の人じゃないから分からへんから舞鶴からは、小樽にはですね、新日本海フェリーっていうのが走ってるんです。二十何時間で着くんです。安いんですけど、時間は異様にかかるっていう。だからこれ直行便は直行便です。舞鶴からぼーっと小樽まで30時間かけていくんですけども。でも東京使っていいよって言ったらですね、舞鶴から、舞鶴とか、まあ舞鶴の近くの飛行場からですね、東京までピュッと飛んでですね、羽田からもう一回小樽まで、小樽とか、新千歳までピュッと飛んでですね、3時間ぐらいで着きますよね。経由した方が圧倒的に早い。それはあります。それはどんなグラフかっていうのはわからないので、経由した方が絶対に遠いという保証はないです。そんなことはわからないので、どうか回った方、遠回りした方が近くすることになりますから、もし回り道した方が、時間的には早く着くよという状態があれば、その時は書き換えます。何を書き換えるかっていうと、まず I から J のコストっていうのは今度はその経由地 K を通ったコストに書き換えます。でなおかつその時は I から J に行く時は K を回れと言います。でなんで K を回れというだけでいいかっていうと、この I から K と K から J っていうのは実はもう計算済みだからです。でここが一番のポイントなんですけど、何気なく見てますけど、この I から K と K から J はいつ誰が計算したのって話になるんですけども、I から K ですよね。で今これ I から J について考えてます。で I から K っていうのは当然この K、ここ今 K ですけども、この IJ っていう分について考えると K を最終目的地にしたコストっていうのはこの前の時点で計算ができてます。この K が入る前のループで必ず計算できてるし、 K から J っていう方もここを出発として計算をする前のループの時で計算はできてます。で当然計算できた結果同士を足すので、まあ、そのコストもまた最小を保証するというので、本当にそうなってんのかっていうのがどうしても疑問であれば、時間のある時やってるんですけども、この Q
表を本当に書いてみるのが一番確実です。I から K と K から J なんですけども、その何て言うんだろうな、ポイントは K が目的地と一緒の場合はもうこれは計算のループがもう回っている状態になっている。だから I と J と K がこれ違わないと意味ないですよね。このループを機械的に回りますから、当然これ東京から大阪行くときに K が、大阪っていうときもあるんですね。東京から大阪を調べるときに新しく大阪通っていいよと言われたときに非常に馬鹿らしいことを作業されているためになるんですけども、その場合は、当然だから東京から、大阪行って大阪から大阪って括弧に書いてあるんで、大阪から大阪のコストはゼロにしてありますから、さっきの表でだからその場合は答えは変わらないいいですよね。で、そうでない場合はもう前の時点でその、K を目的地をする答えというのは必ず出てます。これだって K を抜いた状 K を目的地のしない状態で全部のループ IJ について全部の組み合わせをテストしてますから、K を目的地とする場合について、K を出発とする場合についてのコストというのも必ず出してありますので、ここで初めて見にするのは K を経由地にする場合だけです。というんで、計算ができるようになる。だからこれ見た目は簡単なんですけど、この1行をどんだけ正確に理解するかで、理解がどんだけよくできてるかというのが、わかります。で、あとはもう、それ今の説明でもよく分からなかったらですね、ここでですね、毎回あの表をですね、豪快に表示する。毎回プリントFとかでですね、そのプロパーとコストで、ビアのその山のような、これ毎回出してみれば一目瞭然です。で、今計算してるのがどこかっていうのは当然自分でしてますから、ここと I が J で経由地をどこ通っていいかっていうんで IJ で経由地の経由地、1とか0とか1とか2とか3ですを通っていいかっていうのを計算するのはこれとの関係なので、ここに例えばここが、この行であれば今度はここがこの行であればこの行とこの行の関係と、さっき の分割してましたけども、それと同じことで変化があるところがとにかくどこかに現れるので、これループが30なんで、やると 8×8×8 で当然、えらい数264の8倍ですから500回ぐらいこれ表示するんですけども、全部500回見なくても多分 2,30 回じーっと見てれば何が起こってるか、その本当にこれが事前に計算されてるんだっていうのがよくわかると思うんで、時間のある時みたいなの見てください。で、あとで表示について、で表示についてはですね、これはもう、必修課題にするとちょっと今回荷が重いので発展課題にしときます。だから今回の発展課題ちょっと大変かもしれません。ダイコスタルの表示とプログラムの表示それぞれ、ダイコスタルの方はそんなに難しくないのでそれは必修にしますけども、フロイドの方も表示をしてください。全部の組み合わせについて、1から7とか4から7とか7から2とかですね、全部の組み合わせについて経由値を出してみてください。ただこっちからちょっとトリッキーですね。さっき言ってましたけど、その、4から6へって言われたら2を通れって書いてあるんで、そうすると4から2へ4から2